はい、どうも、こんにちは。ザワと申します。甘いロアイルノーツ実況を続きやっていきましょうということで。まあ、前回はね、小倉先生が、店にやってきて、あれ、詐欺の森先生、そういえば、ペット飼ってるんじゃなかったですかみたいなね、感じでね、聞かれてね、ドキッみたいなね、感じになりましたけど。まあ、なんとかね、切り抜けて、ね、ちょっとまさきさんへの思いもちょっとポロッとこぼしつつね、なんとか切り抜けたっていうね、感じでしたよね。まさきさんはそれをね、どう思っているのかわかりませんけども。はい、まあ、続きやっていきましょうか。午後になると僕はリビングのソファーで一人読書にふけっていた。例のセリアンスロープ研究ジョーを頭から読んでいたのだ。あー、じゃあ今回はあれか、流し読みじゃなくて普通にね、読んでるってことね。セリアンスロープの身体能力は通常の人間のそれをはるかに上回る。だがしかし、人との間に子供を作ることができることからもわかるように、著者はセリアンスロープと僕らの違いはあくまで人種の差と捉えていいだろうと語っている。あ、なるほどね。まあだからその白人とか、まあ黒人みたいな感じで、まあ白人黒人セリアンスロープじゃないけど、まあそんな感じで分けてもいいんじゃないかっていう感じなんだろうね。まあだから結構人によってるんだろうね、あの生殖器とかいろいろな、なんかこう体の構造とか。あのオーウェンさんの子供がガイアールさんなんだもんな。まあ確かにな、ヘムクジャラのガイアールさんをよく想像してみる。どんな感じなの？それはそれで可愛いかもしれない。もうダメじゃん。続婚じゃん。トル君続婚ですね、もう。発情については昨日読んだ以上のことは書かれていなかった。あくまで生理現象なのと、前例が少なすぎて明確な対処法がまだないようだった。まあ、だろうな。こんなんでいっぱいあったらさ、なんか、もう知り渡ってるぐらいだろうな、多分。あの頭を撫でてあげた時以外で、ガイアールさんが発情してる気配はないし、やっぱりただの微熱だろ。気配を感じ取れないか、まだ。本人に発情してる？と聞くわけにもいかず、僕はそう結論付けてページを読み進めた。その様子を？めっちゃ見てる。もうストーカー並みだよね、もう。大丈夫かな、まさきさんも。わかるけどね、気持ちは。ドアの隙間からガイアールさんが見守っている。で、こっちも気づいていると、それを。いつぞやのようにバレていないと思っているんだろうが、彼女がああしてこっそり見ているのは、多分あれが原因、あ、理由だろう。あれ？お兄ちゃんは、今日はお休みしててください。お店や家事は、すべて私たちでやりますから。え、どうして？先生、今日具合悪そうだからと、ほのかは理由を述べておく。なんかね、具合悪そうに見えたんだろうね。大丈夫だよ、別に体調が悪いわけじゃないから。とてもそうは見えないのです。もう決めつけて。はい、まいったな。せめてお店の時間まで休んでて。まさきさん、あいあい、先生が無理しないようしっかり見張っててくださいね。なるほどね。見張り役、見張るってやばいな。なるほどね。まあストーキングではないね。じゃあね、もう大義名分あれば何でもいいみたいな。よじゃあ。トール君もどう反応すりゃいいのかな。僕は気にしないようにして読書を続ける。すると、さささささささ、ガイアルさんがこそこそと部屋に入ってきた。その仕草はまるで泥棒か忍者みたいだ。そしてテーブルの陰に入って、またじもうなんかスニーキングしてるんだろうけど、全然できてないっすよ、まさきさん。テーブルから可愛い耳と左右に忙しく揺れている尻尾がはみ出している。もうね、なんかなんだっけ、頭隠してを隠さずだっけ、なんだっけ、なんかあるじゃん。もうどっちも出てるっていうね。今こそ僕は教師として彼女に日本のことわざを教えてやるべきだろうか。お、いずれにせよ、あまりスマートとは思えない隠密行動は彼女が猫系の血を引いていないことを証明している気がした。落ち着かない。僕はパタンと本を閉じると彼女を見る。見張ってなくていいよ、ちゃんとお休みするから。口笛できてねえよ。まさきガイアールさんは
うちのクラスでも上から数えた方が早い。優秀な学生だけど、女優にだけはなれそうにないね。作戦変更。もう作戦って言っちゃってるし。トゥー！ガイアルさんがソファーに座っていた僕の膝に飛びかかってきた。飛びかかってきたね。わあ、先生。ああ。もうね、小賢しい真似はやめたと。なるほどね。作戦変更ってそういうことかな。俺は何の作戦なのかな？じゃれつき作戦。どうよ。って顔して言う。絶好調のドヤ顔はお父さん譲りだね。頭も尻尾も隠せてない見張り作戦よりかは効果が高いかも。でしょ？ゴロゴロ。かまってほしい大型犬みたいに膝に上半身を乗せて甘えてくる。どうしよう。これ、かわいいぞ。お手わっわっわっ勢いすごいな。僕が手を出した瞬間、ガイアルさんは耳をピーンと立てて条件反射で手を乗せた。何その本能がもうなんかあるんですか。犬の本能みたいな。わっわっ。おかわりわっ反対の手もすかさず出る。よしよし、よくできたぞ。犬か。先生がさせたくせに。そうだそうだ。それな。まあでも反応するまさきさんもまさきさんっていうね。ごめん、つい。他にも芸できるよ。どんな？伏せとかジャンプとか、あとチンチン。いやーもうね、素晴らしいですね、やっぱりね、大人なギャルゲーというのはね、こういう単語がどんどん出てくるっていう。トオルくん、どうしたの？いや、ごめん、なんでもない。犬の芸なんだろうけど、女の子の口から聞くとドキッとしちゃうね。そうだね。ねえ先生、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。なんだい？親父殿が帰ってくる前に私のことどうするの？どうするの？はい？さっき小倉先生と話してたでしょ。めっちゃ聞いとったっていう。聞こえていたのか。ガイアルさんの柔らかな髪からにょさっと突き出た三角の耳がぴょこぴょこと揺れている。聴覚もいいのかな。この本にも書いてあったじゃないか、セリアンスロープの身体能力は通常の人間のそれをはるかにしのぐって。もう嗅覚も良ければ聴覚もいいと。あれは小倉先生に聞かれてごまかすために言っただけだよ。別に君のことをどうこうしようってんじゃない。本当？捨てたりしない？しない。ダンボールに入れて橋の下に置き去りにしない？犬、それ普通の犬やん、それ。獣人じゃできねえだろ。君は僕をどんな人間だと思っているんだい？大体君なら橋の下に置いてけぼりにされたって歩いて帰ってこられるじゃないか。だって先生にそんなことされたら辛くって帰ってこられない。まあな。すっごくピュアな目で見つめられながらそんな風に言われると、それだけでちょっと切ない気持ちになる。いないよ、絶対に。よかった。心からほっとした様子でガイアルさんは笑顔をほころばせる。その表情、その仕草、その一つ一つが僕が胸にしまい込んだ何かを刺激して、胸にしまい込んだ、おう、思わず彼女の小さな体を抱きしめたくなる。お、どうしたんだろうね。平常心、平常心。ねえ先生、何読んでるの？俺はちょっとした学術書だよ。ブックカバーがしてあるので表紙は見えない。わーふー、さすがは先生だね。お休みの日にまで勉強なんて。難しい本なんだ。だからちょっとだけ一人にさせてもらえないかな。うん、じゃあまたあっちで見てるね。見るんだね。見るだけ見るんだね、やっぱね。いや、余計に集中できないから。私が言っちゃダメ？ちょっとの間だけな、だから、ちゃんとお休みしてるからさ。わかった。後で遊んであげるからね。ちょんぼりしてるガイアールさんの頭をポンポンと叩いて、僕は自分の部屋に戻った。
何隠されたさ、何かがこう刺激されるとか言ってたけどさ、何なんでしょうかね。隠されたって何なんだ。閉じた扉にもたれかかる。ガイアールさん寂しそうにしていた。ほんのちょっと一人になりたいってだけなのに。子供の頃近所に迷い込んできた野良の子犬と遊んだ帰り道を思い出す。どこ行くのとでも言いたげな顔して僕を見送っていた。あの黒いつぶらな瞳を。扉を開けて顔を覗かせたけど、もうリビングにガイアールさんの姿はなかった。下に行ったのかな。自分から一人になったくせして、彼女がいなくなってると急に寂しい気分になる。そしてその心の隙間に入り込んでくる、もやもやとした何か。今日あたり、ミトヤを飲みに誘おう。この本の例もあるし、あいつとバカ話すれば少しはいつもの調子を取り戻せるだろう。あ、ここで結構みのりさんがいいアドバイスくれそう。いやもうね、最終的にやっぱりみのりさんがな、頼りになるんだよな。あら、どうしたんですか、まさきさん。先生の見張りは？一人がいいって。そうですか。私、おやつにドーナツを買ってくるです。これからみんなでお茶しませんか？いいですね。休憩にしましょうか。うん。まさきも一緒に食べよう。私はやめておくよ。部屋にいるから、何かあったら呼んで。部屋の扉を閉めると、私は一気に落ち込んだ。嫌われちゃったかな。かまってほしくて、ついまとわりつきすぎてしまった。ただでさえ先生は、先生のお仕事と店のこととかやってくれてて大変なのに。それなのに私、甘えちゃって。本当に具合が悪そうに見えたから心配だったのもあるし、けどそのせいで余計に疲れさせちゃ意味がない。自重しないと、我慢しないと。これはまずいぞ。そんなん我慢できるわけねえじゃん、そんなん。最後にポンポンって頭を撫でてくれた手が優しくて、思い出すとほんわかと幸せな気持ちになる。けどそれはまるで寒い朝の起きたばかりのベッドに残ったぬくもりみたいに、心地いいけれどあまり長続きはしない。だんだん冷めていって、後に残るのは、体が熱い。まただ。何これ。やるしかないだろこれ。もうダメだ。もう止められないね、もうね。この気持ちは、切なくなるほど気持ちが高ぶり、体が熱をはらむ。その熱源はお腹のちょっと下の方。はい。はいって。そこがじんじんと痺れて熱を帯びる。気づくと頭がぼーっとして、私は無意識に内股になって足をすり合わせてる。これはカット案件かな。まさか2回目とかないよな。思わず手が太ももの内側へと伸びる。我慢だ。お、よくと踏みとどまった。俺の編集も手間も省けるぞ。我慢、すごいエッチな気持ちになっちゃう子なんて先生は嫌いなはずだもん。そんなはずはないと思うが、我慢してくれ。この欲求を我慢するには別の欲求を、欲望を満たしてやる必要があるだろう。ね、こういうのあんまり良くないですよね。食欲に走るっていうのはね、普通はね。まあでもセリアンスロープだとやっぱ消化のやっぱ身体能力じゃないけど、なんか消化のスピードが速いんだろうね、やっぱりね。食ってもそんなに、めっちゃ食ってもあんまり影響ないんで。元気なかったです。ちょっと被っちゃったな。もう一回あれしようか。まさきちゃん元気なかったです。先生と一緒にいられなくて落ち込んでしまったみたいですね。恋煩いというやつだね。
大好物のドーナツも喉を通らなくなるような。わっ、ドーナツドーナツ、いや、まさきちゃん、噂をしてたらっていうね。ドーナツどこ？まだ買ってきてない？まだですが。行こう今すぐ、ドーナツドーナツ、いや、ちょっと待ってください、引っ張らないで、まさきちゃん。恋煩いじゃないかもと、ほのかは訂正しておく。ない。違うと思うけどね。恋煩いだと思うよ。思うよ。うわぁ、うまかったよ、テールカレー。なんか久々に日本の料理を食べた気分だ。そうですか。気に入っていただけたならよかったです。女房も子供も喜んでたよ。ありがとな。夜の営業時間中に小倉先生がご家族を連れてきてくれた。あ、そうだったんだ。連れてきたんだね。ポロポロテールカレーをはじめ、牙と爪の獣亭の料理をどうやら気に入ってくれたみたいだった。奥さんたちは？今頃日本に着いてるだろう。またしばらく寂しくなりますね。独身気分を満喫するさ。じゃあな、また明日。ええ、また明日。さて、片付けをするか。店はもう閉店時間を迎え、みんな片付けをやってくれていた。お疲れ様です、先生。お疲れ様。もう遅いし、あとは僕がしておくから、オリックさんは帰る支度をした方がいい。はーい。けど先生、今日は体調が良くないんじゃ。なんかそういうことになってるね。精神的なものであって肉体的には健康そのものなんだけど、今日の僕は病人扱いだった。おかげで厨房にいてもあまり仕事をさせてもらえなかった。今日はお兄様に来てもらいますから。そうかい。でも悪いな。いいんですよ、それよりまさきが。おっと、これは内緒だった。なんだ気になるな。まさきがの時点でもう結構敏感になっちゃってるよ今。トールくん、ガイアールさんがどうしたの？なんでもない。それじゃあ私先に帰りますね。一体なんだろうお預け食らった気分だな。まさきさん、先生が戻ってきましたよ。先生。いや、ガイアールさん。具合どう？まだ元気ない？大丈夫だよ、ほらこの通り。元気さアピールのため体操をしてみせる。なんで体操なんだよ。妙に明るくていつもの先生っぽくない。やっぱり注射してもらった方がいい。何の注射ですか。僕はどうしたらいいんだろう。いや本当大丈夫だから。注射怖いの？違います。ねえ先生、ご飯食べてないでしょ。うん、今日は休憩時間に夕飯を食べなかった。あのね、あるよご飯。あー、今夜はミトヤと。こんばんは。お来たな。お、噂をすれば。閉店後の店にミトヤが入ってきた。あ、いたいた。おい、トール、おごられに来たよ。今夜はこれからミトヤと飲みに行くから帰りは遅く。ガイアールさん？あれ？ミトヤの方へ向けていた視線を戻すと、ガイアールさんが泣きそうな顔をしていた。え？どうしたの？別に、なんでもないよ。慌てて取り繕う彼女だけど、目尻に浮かんだ涙は隠せない。いってらっしゃい先生。飲みすぎて遅くなっちゃダメだからね。笑顔で言うと、ガイアールさんは走って奥の扉へ入っていった。ガイアールさん！何？私、まずい時に来た。結構まずい時に来ちゃったかもしれない。先生。天桐さんが気まずそうに声をかけてくる。これは、トール君にも、みのりさんにも非はないんだけどね。ちょっと精神的にね。まさきさん、先生のために。
夕飯を作ってたです。栄養満点のスーパースタミナ料理って言ってた。じゃあ全部食うしかねえだろこれもう全部食うしかねえだろトール君よ。そういえばもう閉店したっていうのに、厨房からこんがりとお肉の焼けるいい匂いが漂ってきていた。トール言われてもなあって言われてもな、みのりよ。なんだそのすっごく恨めしそうな目は。あんた、私に悪者になれって言うのかい？いや違う、これは純粋にタイミングの問題で。痛いけな女の子泣かせてタイミングとか言い訳にならないよ言い訳にならないんすか？マジっすか？はい、とりあえず私は帰る。一人で飲んでくるさね。なんかすまん。高くつくからね高くつくからね。本気とも冗談ともつかない声で言うと、水戸屋は帰っていた。みんな後片付け頼んでいいかな？はい、もちろん。ダメと言ってもするのです。ダメと言ってもするか。イエス。ありがとう。僕はみんなに礼を言うと、ガイアールさんが消えていった奥の扉へと向かった。後片付けってそういうこと？泣いてたガイアールさん。無理に笑顔を作ってたけど、目尻に透明な雫が浮かんでいた。胸が締め付けられる。大きな手で心臓は静かみにされ、握りつぶされそうになってるみたいに。グラスブハート。すいません、関係なかったね。あの時と同じだ。私、先生と一緒にいたい。先生のそばにいて優しくしてもらえたらいいなって。だから、それで。あの時僕はどんなことをしても、どんな非常識な約束をすることになっても、拭いてあげたいと思った彼女の涙を。どうしてそう思ったのか、その理由に昨日やっと気がついた。それは初恋によって引き起こされる。彼女が僕に向けてくれていた好意が恋かもしれないと分かった時、同時に気がついたんだ。そしてそれは日に日にガイアールさんが魅力的になっていった理由でもあった。彼女の笑顔が。甘えてくる時の無防備な仕草が。美味しそうにドーナツを頬張るちょっと子供っぽいところが。普段明るい癖して、くせに寂しくなるとすぐ泣きそうになったり、焼き餅を焼いて拗ねて唇を尖らせたり。そして僕の隣で安心して寝息を立てる寝顔が、どうしてあんなにも魅力的になっていったのか。彼女自身の変化や成長が理由じゃなかった。答えは単純、恋していたんだ。僕が彼女に。その思いが強くなればなるほど、彼女は可愛く魅力的に僕の目に映るようになっていったんだ。ただ僕はその気持ちから全力で目を背けようとしていた。まあだろうな先生だもんな。教師として、一人の大人としてその思いを抱くことは許されることじゃないから。でも、なんかもう360度完全包囲されてて、どこに目をそらしても意識せずにはいられなかった。いつの間に僕は彼女のことをこんなに好きになってしまっていたんだろう。お、ガイアールさん。というところで、今日はここまでにしましょうかね。はい、ということで今日はここまでにしましょう。ということでね、まあトールくんが、まあ涙がぐんでいる、まあ泣いているのかな、まさきさんのところに、まあ自分がね恋をしていたと自覚したところでね、向かっていこうというところですよね、次回は。はい、いやー、まあトールくんもやっと自覚したかまあてか前から自覚してたんだろうけど、まあちょっとね、いやそれは違うだろうっていう風にこう自分をねこういさめてたんだろうね。ただまあもうそれも限界に来たという感じですよね。まあ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 無理だよなまあな、まさきさんめっちゃ魅力的だもんな。もう止められないよな、どちらもな。はい、ということで、まあ個人的にはね、みのりさんとのルートがねちょっとあってもよかったなっていうね、みのりさんが出てくるたびに思って
しまうんですけれども、はい、次回はね、まあすごい大切なシーンになるかもしれませんが、はい、じゃあ今日はねここまでにしたいなと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひねチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではバイバイ。